三方縁釜の加藤です。瀬戸市で器を作ってます。僕で6代目です。で始まったのは明治の終わりぐらいからなので、まあでも100年ぐらいやってない、まあ、おじいさんの年齢から推測するとこんなもんだろうという感じです。さなぎ山っていうのがあって、それがもう一つ三国山、こちらも岐阜県との県境があって、もう一つまあ瀬戸の山々っていう三つの山に囲まれている土地なので、赤須というところが、それで三つの峰の縁って言って名を付けたらしいです。あの大学が秋田に行った時に、僕の住んでるこの赤須は鎌本さんの職人の集団しかいないような土地で、向こう三軒両隣にも焼き物関係という人たちばかりの中で育ってきたので、それが当たり前だと思ってて珍しいと思ってなかったんですよ。で大学で初めて改めて地元を振り返ったら、わ、すごいことをやってるんだと初めて知って、でそっから、あ、これはこんなに素晴らしいこともやってて、設備も揃ってて道具も全部あって、やらないのはもったいないんじゃないかと思って、初めてその時、あ、家の仕事を継ごうかなと思ったっていうのが最初です。瀬戸焼はですね、それこそ本当に須恵器とか縄文とかというか昔からある焼き物の土地で、もともと瀬戸の瀬って、まあ、かけの水際の瀬なので、まあ、いわゆる東海湖といわれる大きな湖の近くにあって、粘土が昔から取れたところで、もともとは名古屋の東山の方で粘土を作ってたのを、ずっとその薪と粘土の移動とともに瀬戸の方まで来て、最初ここがへりなので、この辺ですごく盛んになったというところが焼き物の始まりで、白くて硬くて丈夫な粘土が取れるので、昔から、そういう焼き物の土地と栄えて、鎌倉時代の時には日本、まあもう釉薬っていう上薬をかける焼き物がもはや始まっていて、でその頃作られた狛犬であったり、神社とかお寺の祭器とかはもう日本全国に散らばっていたようで、本当古くから陶磁器のことを瀬戸物っていうように、本当昔からあるような焼き物の土地です。で江戸時代になってから磁器の生産も始まって、全国的にも珍しく陶器と磁器両方やっている産地で、そこからノベルティ人形も始まったりとか、電磁材料始まったりとか、まあファインセラミックスもやっていて、ベースとしては焼き物があって、その上にいろんな焼き物とかものづくりが成り立っているような瀬戸の町です。うちはですね、三方縁釜はもともと茶道具を作っていた窯元で、伝統工芸品として赤酢焼きがつく前の織部焼きっていう、前に名前織部焼き窯元三方縁釜とかついてたので、メインとしては織部のものが多いです。で父の代から普通の日常食器もやりだして、僕の時はやっぱりその料理に作ってもらい使えるような器を作りたいなと思ってるので、できるだけシンプルでいろんな料理に合うような器を、織部だとか木瀬戸とか、あと黒織部、あと雨湯とか、まあ、瀬戸のを代表するような釉薬を使いながら今器を作っています。緑色のものを織部って言いまして、もともとは古田織部っていわれる戦国時代の茶人っていうか武将さんがまあ考えて、で木瀬戸っていうものは黄色の、本当黄色いセットって書いて木瀬戸っていうもので、あと黒織部っていうのは本当黒色の釉薬ですね。であとおふけっていうのはちょっと淡い青色をしたもので、名古屋城で昔焼かれてたという歴史があったりですね。で雨湯っていうのも、これは結構古くからある釉薬で、本当に鎌倉時代から本当に弁柄という鉄のものを混ぜて釉薬作ってあるもので、濃い名前の通り飴色っていうか、茶色のものです。父が亡くなって、さあ自分で器を、まあ、代表としてというか、器を作っていかいけないっていう時に、なんで作ってんだろうと思って、
あれと思って、ただやっぱり自分はそのお客さんとかがこの間買ってた器でご飯食べたらすごい美味しかったとか、盛り付けたら本当に美味しそうに見えたとか、あ、自分は器でこう使う人に笑顔を届ける助けをしたいなと思って、で器を使う人っていうのがもちろん食事を食べる人もですけど、料理を提供する料理人とかシェフとか毎日はご飯を作っているうちの方々も器を使っているので、そういう人たちがなんか楽しくなるような器が作れたらいいなっていうのをすごく感じて、結構今はそれに全振りしている感じで仕事をしています。何かこうあんまり主体的ではなかったですね。まあ普通になんか作ってたけど、何考えてただろう、あんまり考えることなくものは作ってたのと、その頃はやっぱり自分が作りたい器を作ってたような気がしますね。作りたいものだとか、あくまで主が自分だったような気がします。はい、自分が作りたいものは最近そもそも論として作ってないな。作ってあるものを売るんではなくて、自分の技術だとか瀬戸の焼き物のそういう産地の力だとか、そういうのであなたが作りたい器を提供しますよっていうことを主体としてビジネス的にはこうやってるので、そのあくまでもお客さんとかの作りたいものを作りますっていう風なので、僕が銃な感じでやってますね。基本的には譲れないというか、作るときに気をつけているのは、で手に持って使うものはできるだけ軽く、置いて使うものは、できるだけこう安定性を保つようにということは、譲れなくというか大切にして作っています。窯で焼くときも、飲食店さんはやっぱりこうハードに器を使われるので、少しでも割れにくいようにっていうか、欠けにくいようにっていうのを意識するので、ちょっと温度が窯の中でも温度が高いところに向いてあげたりとか、まあそういうところも意識して普段作ってます。実は持続的な焼き物作りの環境っていうのはやっぱり燃料は、原材料の問題であったり道具であったりいろいろあるので、それは僕一人の力では何ともならんところもあるので、同じ産地の仲間とか作家さんの仲間知り合いとかでいろいろ考えながら、やっぱり次の世代というか次の子たちもできるような環境を整えてあげたいなというのが一つと、まあやっぱり海外の販路はもうちょっとしっかりなんとかしたいなというか、やっぱり国内のマーケットがじゃあ、まあ、広がっていくかというとなかなか難しいところもあるし、海外に販路は広げていかなければならないような状況なので、どうにかして広げたいなと思って、今台湾は結構協力してくださっておかげさまで増えているので、あとは次の土地としてどこを目指そうかなと思ってみたり、なかなか難しいのでコロナもあるので、その辺はちょっともうちょっと、海外販路は広げたいなというふうに思っているところです。そうですね、瀬戸焼って本当にいろんな焼き物があるので、その多分皆さんが今まで手に取った瀬戸焼きもそれぞれで本当に違うと思うんですよ。なので今コロナなのでなかなかぜひ来てウェルカムというわけにはいかないんですけど、まあ、注意しながらもぜひ瀬戸っていうかその産地を訪れて自分の目で、あ、こういう器だとこういうところなんだとか、こういうお店があるねとか、窯元がこんなにあるんだっていうのを見てもらって、瀬戸焼きをまず知ってもらいたいっていうのを僕は今一番思ってるので、ぜひ瀬戸まで遊びに来てください。こんな感じです。ありがとうございます。